モーズ・アリソンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州出身のジャズピアノ奏者、歌手。1927年、ミシシッピ州タラハチー軍にて生まれる。グラマースクール在学中にピアノを、高校ではトランペットを演奏していた。ミシシッピ大学、ルイジアナ州立大学に進学、哲学の学士号を得る。軍隊を助籍後、ニューヨークにて、ジャズミュージシャンとしての活動を始める。 しばしば、ジャズ界のウィリアム・フォークナーと称される。彼の音楽は、多くのブルースとロックの音楽家に影響を与えており、中でも、ローリング・ストーンズ、ジョン・メイオール、ヤードバーズや、ヤングマン・ブルースをライブの定番曲としたザ・フーラが代表に挙げられる。アリソンの楽曲をカバーした音楽家には、レオン・ラッセル、バン・モリソン、エルビス・コステロ、ボニー・レッド、ピクシーズラがいる。 カントリー作曲家の娘がいる。2006年、ニューヨーク州のロングアイランドミュージックホールオブフェームにおいて、伝道入りした。2016年11月15日、サウスカロライナ州の自宅で死去。89歳坊津。ありがとうございます。